皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は無印良品の購入品をご紹介したいと思います。無印さんは結構昔から家具とか雑貨とか使わせていただいてるんですけど、食料品もたまに買ってたんですけど、あんまりなんかレトルトのものとか、食べないから、あんまり利用してなかったんですけど、最近なんかちょっとテレビで2ヶ月ぐらい前ですかね、なんか特集結構どこの番組でもしてるのを見て、なんか美味しそうだなっていうふうに思って、でお店に見に行ったら、全然やっぱりテレビの影響って全然スカスカで商品がなかったんですよ、売れ売れで。でなんかそれをきっかけに結構通うようになって、そしたらなんかちょっとハマってしまって、で商品がなかったから、ある時あると嬉しくなって買っちゃって、結構溜まってるんですけど、でなんか早く食べればいいのに、なんかなかなかタイミング合わなくて、ちょっと食べる機会がないっていうか、なんか昼も夜も、朝もご飯作るから、なんかレトルトを食べるっていう習慣がもあんまりないからね、なかなか買っても食べないと、さっさと食べればいいんですけどっていう感じ でなので結構買いだめしてますが、今日はそれを紹介したいと思います。で、すごい私なんかすごい一番なんか気になったのが、なんか99円のお菓子がいっぱいあるっていうのと、あとなんかご飯にかけるシリーズっていうのがあるみたいで、それがなんか気になったので結構しました。で一番最初にご飯にかけるものをちょっと、ご紹介したいと思います。本当でもね、買いに行った時に全然なくって、カレーはねなんかあるんだけど、そうこれ、一番最初にこれは王道でバターチキンカレーはね有名ですよね。で私もこれ昔買ったけど、最近は買ってなかったけど、またこれも買ってきちゃった。そして、ご飯にかけるシリーズは、すごい、でも1個だけね先に食べたんですけど、これがすごい美味しかったんですよ。もう感動だった。牛肉とこんにゃくのぼっかけ、味がしみしみですっごい美味しかったんですよ。これすっごいおすすめです。これはね食べました、美味しかった。ちょっとなんか他にも1個食べたかな。これすごくおすすめですよ。でなんかやっぱりなんか味を見直しました、増量しましたってすごい太っ腹ですよね。お値段そのままみたいです。はい、そしてこれは食べたっけ。であとはそのご飯にかけるシリーズ、これチリコン缶、これ結構なんか言ってもなかったけど今日はありましたね。はい、あとサムゲタン、これまだ食べてでね、バクテーっていうのがあって、今日行ったらなかったけど、バクテーも美味しかったです。それは食べたんだよね。で、今日初めて見たのが、このごま味噌担々スープっていうのを初めてこれ見ましたね。結構通ってるけど、もう銀座とか渋谷とか、池袋とか新宿とか、結構いろんな無印行ってるけど、初めて見ました、ね、これもね、一人前で食べたらね、あとは食べるシリーズはこんな感じかな。そうですね、こんな感じです。食べるのが本当に楽しみです。で次はじゃあお菓子になってます。でこのなんかシリーズ、今から言うの全部99円なんですけど、これ芋けんぴ、これはね食べました。すごい美味しかったです。なんか両親もなんか一緒に食べたんですけど、そこ美味しい美味しいって喜んでました。これで99円ですよ。そしてこれアーモンドとくるみ、これねすごいいいなって思ったのが、なんかお塩もなくって油で揚げてないんですって。で、なんか結構こうすごくナッツ好きなんだけど、塩分がすごい気になるし、あとね油で揚げてるからちょっとカロリーとかも気になるなって思ってたんですけど、これはねすごい本当に塩分ない感じなので、素材そのものの味ですごいおすすめです。これ結構好きです。くるみすごい好きなんですよね。ナッツすごい好きです。あとこれは王道ですよね、小魚アーモンド、これも大好きです。
まだ食べてない。で、あとね、なんかこれがすごい人気みたいで、棚がスカスカだった。ごまたらスティック、まだ食べてないんですけど、ごまがすごい好きなので買ってみました。あと、これ、このミックスナッツ、塩味もとっても美味しいです。これ昨日食べました。すごいね。これがお酒に合う感じで、美味しかったです、はい。ちょこっと食べるっていうのがすごいいいですよね。なんか、大きいのとかだとすごい食べ過ぎちゃうから。で、今日初めて出会った、見てたと思うけど、見たことなかった。新しいのかよくわかんないんですけど、私。でもこれ黒豆おかき、これもすごい美味しそうですよね。まだ食べてない。初めて見ました。はい。とあと初めて見たのはこれ、このクラックプロクラックフレッツェル、口が回らない。これはまあね、どこでもあるんですけど、無印にもありました。あとこのコーンスナックチョコ、これもね他にもありますけど買っちゃいました。これとこれとか、今黒豆おかきとかは今日初めて見ましたね。だからすごい売れて人気なんですね。買ってね、下から来るなって。あとこの有名なこの黒糖バームの、黒糖はあれですけどバームね、これがとっても人気ですね。私も全然知ってたんだけど食べたことなかったんですけど、やっぱり食べたらすごい美味しかったですね。で、あとこれも王道ですけど、いちごジャム、どんだけ買うんだって。でもね、これ1回じゃなくって何回も通い詰めて買っているものなので、チリコンカンはまた出てきたけど、これ紹介しましたっけ。これもチリコンカンも買いました。はい。で、こんな感じで以上です。すごい早口で説明しましたけど、こんな感じで、なんか本当だからね、そのテレビでやってからすごい全然商品が何回か行ったんですけどなくって、で、今日初めて見たのとかもあったから、まだまだあるんですかね。で、他になんか私はご飯にかけるシリーズをなんかこのレトルトで買ってきたけど、お鍋とかパスタソースとか本当になんかたくさんいろいろ種類がありました。なんかもう追い詰めたらまだあると思います。なので、見てください。今日はご紹介だけだったんですけど、またね、何回も言ってますけど、食べながらなんかご紹介とかもできたらね、やってみたいなとは思っています。はい、こんな感じで今日は無印の購入品をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。ありがとうございます。あ、そうだ。よかったらグッドボタン。